はい、ありがとうございます。先ほどまでは中村さんが海外とか国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、はい、大学生活何をしていたのかっていうところをお伺いしたんですけど、はい、この動画では大学卒業してからどういう道を選んだのかっていう部分をお話したいなと思ってまして、ウルドゥー語とかを学ばれる大学生活をしてたわけですよね。はい。それで大学4年で卒業するときになってどういう選択をされたんですか？まずパキスタンにいる間に一つ会社作って、はい、帰ってきてからもう一個会社を作り、就職活動をして、ちょっと就職活動も納得いかないところがあり、就職を辞めて3つ目会社作って、その大学4年生の時に作った会社を現在もやってるという感じです。ただパキスタンに作った会社と帰国して作った会社はもう売っちゃいました。ちょっと具体的に聞いてみたいですけど、はい、パキスタンで作った会社何やってたんですか？向こうの方に日本語を教えて留学生として日本に送るっていうエージェントをやってました。あ、なるほど。日本の会社はどういう感じだったんですか？これはですね、ちょっとイラッとしたんで作っちゃったんですけど、はい、こっちに来たパキスタンの人たちが家探した時に外国人だから NG って結構言われちゃって、借りるとしたら日本人の連帯保証人つけろみたいな、はい、で最初はめんどくさいから連帯保証人になってたんですよ。割と事業がうまくいっちゃって30人とか40人とか学生が日本に来るようになったんですよ。そうすると30人40人連帯保証人になるのはさすがにちょっとリスキーだったので、じゃあ法人作る、法人契約で家借りる、彼らをアルバイトで雇用して社員寮として住まわせようって考え、そのために会社作りました。なるほど。はい。あ、そうなんですね。じゃあパキスタンで作った会社の受け口を日本の法人で受けて、はい、でそこで、まあ、いわゆる留学サービスの支援を継続してさせるみたいな。そうです。ああ、そうなんだ。もうその2つの会社ごと売っちゃったんですか？売っちゃいました。はい、パキスタン人のパートナーに。あ、そうなんですね。その事業を売っちゃうっていう決断をした理由って何かあったんですか？教育方針で揉めまして、僕の考えでは、はい、日本語能力試験っていうのが N1、2、3、4、5っていうのがあって、はいはい、せめて一番下の N5 に合格していないと日本来てからアルバイト見つからないとか生活困るとか留学生たち本人が困るので、パキスタンにいるうちにしっかり勉強した方がいいという考えなんですけど、ビジネスモデルとしたら試験合格してなくても送り込んじゃった方が儲かるじゃないですか。困るのは本人の努力不足だから、条件満たしたんだったらどんどん送れっていう風にしたんで、そこが折り合いつかなくてやめました。実際日本学校に留学できる方ってどういうものが最低限必要なんですか？現地にどのくらい日本語教育が普及してるかによるんですけれども、まあ、基本的には JLPT の N5 です。それがない場合は NAT テストっていうので代用できる別のタイプの日本語テストです。それもない場合は150時間日本語を勉強すればいい。そういうことなんですね、はい、今ちょっと変わってるかもしれないですけど、2013年14年はそういうルールでしたね。だからそこをトリガーにして現地のパートナーはもう送り込んじゃえばいいじゃんと、はい、そこからどうなろうが、うん、その人たちの責任じゃないかっていう観点と、はい、中村さんからしたらいやいやそれはダメだろうと、うん、はい、なるほど。それがきっかけで売っちゃったと。はい。じゃあ売ってもう一回会社を作るわけですよね。そうです。それは何の？これが今やってる留学生の就職支援ですね。留学っていう入り口じゃなくて、今度は留学してる人たちの出口支援に興味を持ってます。最初起業する気全くなくて就職活動してたんですよ。就職活動はどうやってやってたんですか？商社中心に受けてました。はい。そこはうまくいってたんですか？僕就職活動めっちゃ得意でしたね。ほぼ落ちないです。でこれがまたイラッとくる経験で、僕は留学の経験と英語話せますっていうアピールで大体どこでも内定まで行くんですよ。ただ同じ時期に就職活動してた留学生が全然書類も通らない、一次面接すら行かないみたいな感じになってて、自分は会社の人と面接をすると、うちの会社は世界戦略を取ってるとかグローバル企業だから英語が話せる学生を重宝するし留学経験を高く評価しますっていうのに、日本語話せる世界の人材取らないどういうことってだんだんなってきて、なるほど、その矛盾があったわけですね。そうです。これがフラストレーションになっちゃったんですよね。僕の中で解決できない。で、それで起こした行動が会社を作るでした、うん、そうです。もう就職支援しようと思って実際留学生の就職支援っていうところをアプローチしたと思うんですけど、はい、最初何やったんですか？いろんな大人の人に聞きましたかね。なんで留学生取ってくんないんですかみたいな。それは企業さんにとって聞いたんですか？そうですね、分かんないですからね。また困るのが、いやそんな優秀だったらうち取るよってみんな言うんですよ。おかしくないですか？受けてますけど落ちてます。企業の方に聞くと、いやうちはもう絶対欲しいよそんな優秀な人間だったらみたいな、なんかよく分かんない状態が 2,3 年ぐらい続いてましたよね。いやー、そこのギャップは埋められそうにないですね。ないです、本当に。それ結論どう落とし込んだかというと、どうやって落とし込んだんですか？留学生が就職で困る理由が5つありまして、大体この5つの1つが日本語、2つ目が就職活動の情報、3つ目が時間、4つ目がお金、5つ目が在留資格。具体的に聞きたいですけど、はい、1つ目2つ目は大体分かります、うん、お金と時間ってどういうことですか？お金の場合は例えば、うん、留学生って1週間に28時間アルバイトすることが許されてるんですけれども、自分の生活費をこの28時間のアルバイトで成り立たせてる留学生結構いるんですよ。ということは日中学校行きます、うん、1週間28時間分のアルバイトをすると余暇時間ってほぼないんです。この空いた時間で就職活動なんてできないし、アルバイトの時間を減らして就活すると生活できなくなるんですよ、はいはいはい、で
結局時間が足りない。あとは交換留学生のケースでいうと日本にいる期間が半年しかない。でも6ヶ月で就職活動を完結するなんてほぼ無理じゃないですか。なんでこういう構造的に時間足んないとかあります。あ、そういうことなんですね。留学生からしたらお金なくなってしまうことが一番のリスクって考えてるんですよね。そうですね。目の前の生活できないのと携帯料金払えなくて電話通じなくなるのがザラなんで、これはまずいですね。工場的にお金足りてないんですよ。これについては留学する前から送り出しのエージェントとかはちゃんと言っとかないとダメなんですよ。日本の生活が稼げないし思ってる以上に金がかかると、よほど節制した生活をしなければならないし、それができないのであればすぐお金が足りなくなるっていうのを伝えた上で留学させればいいんですけど、彼らは送れば送るほど儲かるんで言わないですよ。じゃあ日本でどうカバーするかっていうのが本当に重要になってくるってことですね。あともう一つ聞きたいのが在留資格ってお話あったじゃないですか。はい。在留資格っていうのはどういうことですか。在留資格っていうのは法務省がコントロールしている制度なんですけれども、日本に入国することと日本に在留すること2つの許可を与えるっていう側面がありまして、何かしらの活動の内容を限定したり期間を限定したりすることで外国人は日本にいられるんですよ。例えば留学だと学校期間で学ぶということに活動の内容を限定して1年とか1年半とかそういうふうに期限を決めて日本に在留することができているんですね。これを働く場合には自分の専門性を生かして働く技術人文知識国際業務というものを取ってもらうんですけど、これを取得するのにもいくつか条件があるんですよ。これを満たしてないと内定もらってても在留資格がない、在留資格ないということは日本にいてはならないということは出ていかなきゃいけない。あ、そうなんで、内定もらってても在留資格のその基準をパスできないと無理なんですね。無理です。しかも毎年留学生の 20% ぐらいは不許可になります。それ高い。高いです、はい、じゃあ5人に1人はそれ NG になるってことですか。そうです。その在留資格を得るための制約っていうのって何なんですか。技術人文知識国際業務を取得する場合には学歴要件か職歴要件っていうまずどっちかを使う必要があって、これから会社に入って従事する仕事と関連する職歴があるのか、学校でそれに関連する専門性を勉強したことがあるのか。大学に通っている人は学校教育法っていう法律に基づいて知識の深さプラス知識の幅の広さっていう二重基準があるんですよ、はい、っていうことはジェネラリストで働けるから農学勉強してても商社とか OK なんですけど、問題は専門学校生です、はい、専門学校生は特定の領域に関する専門性を深めているって考え方なので、この狭い幅でしか許可されないんですよ。だから分かりやすい例で言うと経理勉強した学生は営業できないです。あ、そうなんだ。会社の人も別に専門家じゃないし留学生も詳しくない、はい、でこれをマッチングしたらそれは 20% ぐらい不許可になると。なるほど。いや、これはきついですね、はい、専門学校に行く方って結構いらっしゃるんですか、ね、そうですね、一番多いんじゃないですか専門学校が。専門学校生だと就職率30から 33% ぐらいじゃないですか。やば、そうなんですね、はい、ただ大学の学部家庭で 40% 前後を行き来してるんで、こんなもんす留学生の就職率は。じゃあ10人に6人は日本であんまり働けないみたいな感じなんですね。そうです。その方とかどうなるんですか、戻るんですか。僕に帰国っていう選択を取るか、就職活動のための在留資格っていうのがまたあって1年間就活もう1回やり直すか。それは在留はしてていいと。とはいえ何か仕事とか学校とかに所属しないといけないっていう条件はあるんですか。就職活動の場合は学校に所属してなくても大丈夫です。アルバイトは可能です。あ、今のお話しされてた会社のお名前ちょっと聞いてなかったんで、はい、そのお名前お聞きしてもいいですか。ソーシャライズと言います。そうですよね、はい、僕たちがすごい深い話までしちゃったんで、はい、会社名も聞くのを忘れてました、はい、あ、いやいや、すいません。ソーシャライズで留学生に対しての就職支援というところをやってるんですよね。そうです。でそこで先ほどのお話の課題があったんで、はい、その課題を解決するためのソリューションを提供してると。そうです。なるほど。もう一個聞きたいんですけど、はい、コンサルもやってるってお話あったじゃないですか、はい、コンサルは誰に対してやってるんですか。企業ですね。 あとたまに地方公共団体とか政府とか、はい、具体的にどういうコンサルをするんですか。僕らがすごい重視してるのは日本語能力試験、さっき 1,2,3,4,5 あるって言ったじゃないですか、はい、本当に外国人雇用するんだったら N1、N2 やめてって言ってます。あ、なるほど、はい、結局外国人雇用のメリットを考えた時人手不足で取る会社さんがほとんどだと思うんですけ ど、 なるほど。これって例えば技術革新とかが起きて人がいらなくなった場合って取らなくていいって話になるか、課題ごと丸ごと消えるじゃないですか。あるいはそのビジネス自体がもう求められなくなっちゃって会社事業が消えた場合も人取る必要がないんでもうなくなるじゃないですか。実は人手不足に対応するっていうのは、喫緊の課題のようで見えてあまり重要じゃないって僕は思ってるんですよ。なるほど。それよりは外国人を雇用するのであれば海外向けの事業を拡大させるとかインバウンド事業を取り込むとか社内のダイバーシティが促進してイノベーションが起きるような環境を作るとか、単純に国籍関係なく優秀な人を取るか、ここにつなげてった方がいいと思ってるんですよね。あ、なるほど、はい、それで考えた時に日本語が日本人と近しくできる N1、N2 取ったって日本人社員
変わんないでしょうと、うん、外国人側が日本人に心地よいコミュニケーションに寄り添ってくれたらこっち努力しないじゃないですか。20年後30年後見た時に世界に寄り添えない日本人社員会社内にいっぱいいます、世界と戦ってくださいって言われてもどう戦えばいいんだって話じゃないですか、うん、ってなったら日本語がある程度は使えるけど完全ではない人とどう共同するか、このスキルを日本人の個々人に身につけさせて組織として強くしていかないと20年後30年後戦えないんですよねっていうコンサルをしてます。なるほどな、面白いなこの動画ではなぜ大学卒業して起業されたのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画でも引き続き今ソーシャライズで何されてるのかっていうところのヒアリングをさせていただこうかなと思います。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。